参りましょう。手持ちのつむすべて紹介しようがない終われません。続きました王様の剣よりワートやっていこうと思います。ワート、うん、名前が個人的にそのシンプルだけどかっこいいって思うキャラクターですね。うん、なんかあれだよね、従者ズサ、なんだったっけ、そのなんか王様かなんかに使える家来的ポジションだったけど、剣を抜くことによってすっ、おー、いいねいいねいいね、もう物語に忠実再現してるって感じですね。うん、だったけど、その誰もが抜くことができなかった王様の剣を抜いたことによって、その国を治める王になるという、そういう男の子の物語だったはずですね。すっほい。うん、これね、100連ガチャの時にもちらっと言ったんだけど、あの僕速読を勉強しに行ってた時に、そのまあ何て言ったら題材になる本として王様の剣がこう受講者皆さんにプレゼントされるっていうのがあったんですよ。抜きます。うん、その時のまあ王様の剣っていうのをこう何回も何回も読みか、繰り返し読みながらっていうのをやって、で、慣れていって自分が読みたい方に徐々に徐々に移っていくっていうものだったんですが、もうあれ何年前だろうな、大学1年生か2年生の時だったから、もうさすがにね、何の本だったかっていうのをぶっちゃけ覚えてないっていうね。うん、ただなんかいろいろなことにチャレンジしていく中で、なんか王様の剣を抜くっていうのが唐突に出てきたっていう印象だったんですよね。なんかそれをなんかこう抜くために、なんか四苦八苦うんぬんかんぬんチュンチュンペンペンとかっていう話じゃなくって、どっちかっていうとこう周辺の物語が進んでいく中で急に王様の剣抜きましょうぜっていう話がこうポンと出てくる、まあ、そんな印象だったんですよね。だから名前の王様の剣って出てきてるやつって最後の最後にしかこうちょろっと出てくるだけで終わっちゃうみたいな、そんな感じなんですよ。うん、違ってたらすみません。ただなんかあの刀剣場っていうかな、コロシアムみたいなところでこう馬に乗って剣で、いや槍か、槍で戦ったりとか、そういうシーンもあったりとかするね。まあ、結構比較的昔のアニメーションにしてはかっこいい、そんな部分が非常に多い作品ではないかと思います。ということでワート、剣を抜く、そんなつぶでございました。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。